おおすごい。それでこれで木星を自動で、うん、追いかけるんだ。そうなんです。わあすごい。ある程度の方向に向けて、あとはコンピューターで動かすと。木星本当だ。うわあすごい。この望遠鏡は北海道のメンバーで作った望遠鏡なので、マイナス30度40度でも動くように作ってあるんですね。ああ。まあ望遠鏡って重いです。ちなみにこの望遠鏡の乗っかってる部分と我々の立ってるところは基礎が別々になってます。あはい、これそれまたどうして、スタジオだったんでしょうか。いえいえ、違います。はい、綺麗。調整できますけど、あ、だって直し座つくんですけども、お牛座の中の東京を下回るような暗い星になって、あれでから、また先生、このクスは元々の方にあります。はい、元々の方ですね。はい、妻は隣にはあります。双子座のお兄さんのコルクスが当たるんです。あれビデオ、本当はあの赤いのがあれなんですか。